あえずじゃあ貞子 DX の感想はこんなところで、はい、今までこう貞子の、まあ、リングシリーズを、うん、まあ、スズ子見てきたとは思うんですけど、はい、え今回何作目になるんだっけ、そもそもちょっと数えていいですか、はい、リング、はい、リング2、リング2、その前にちょっと螺旋がありますね、はい、リング0バースデー、うん、それは海外版も入れますか、海外版はちょっと置いといて、じゃあ貞子 3D、うん、貞子 3D2、 そして貞子、うん、そして今回の貞子 DX8 本目ですよ。8本目。まあそれ以外にもテレビ版リングとね。あ、ありましたね。多いよ。8本目ですからね。もう、マーベルと同じぐらいじゃないですか。最終エンドゲームみたいな、貞子エンドゲームが。で基本全部貞子ですから、ね。みんながうわーってやってる。そう、キャプテンなんとかとかね、アイアンなんとかって分かれるんじゃなくて、全部貞子です。あ、まあだから正確に言うとハリウッド版でちょっと分化しますけど。もうなんかベノムみたいな感じなんで、ね。あちら文系の方なんで。まあ、文系最高ですよね。そうですね。あれ、え、で、前回の貞子は2014年ぐらいか。いや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 、結構最近ですよ。あ、最近、うん、ちょっとちゃんと見てないで、もうね、最近の貞子はね、こうやってスマホ使える DX ですからDX 世代はね、スマホ使うんですね。ダメだ、髪の毛が邪魔で見えねえ、2019年、ほら、あ、3年前ですね。3年前、はい、だから3年ぶりの新作ってわけなんですよ、はい、うんうんうん、このあと多分また2年後か3年後にまた多分あると僕は思ってるんですけど、へえー貞子 DX2、 貞子 DX2 か、うん、またなんか貞子なんだろうね、本当にデラックスなのか、貞子もうこれ以上はいけねえって言って貞子ファイナルなのか、はいはいはい、はい、貞子アルティメイタム貞子レガシーレガシー、貞子レザレクションっていう感じでやっていくんじゃないかなと思うんですけど、はい、いやね、金がね、やっぱね、我々ね、あの映画バカなので、いや、こういうのが作れたらいいなっていうのは思ってます。妄想ですね。そう。いやね、ちょっとこの前ね、スズポンが考えたね、貞子がね、ちょっと面白そうだったので、はい、ちょっとぜひ、ちょっと皆さんに見せてほしいんですよね。ちょっと待ってください。俺たちが作る、コアゾーが作るとしたらの貞子って。俺たちがうまく貞子を使えるんだっていう。まあ、俺たちがってもどっちかというとスズポンの脳内がやばいってことになっちゃうんですけど、コアゾー、不相違ではないと思うんだがですね、まあ、スズポンの脳内、うん、リング続編、あらすじを話します、はい、時は1945年戦時中ですが9月3日、うん、もう戦争は終わってますね、ポツダム宣言受諾まさにその日はいはい、はい、そこにですね、こう、まあ、アメリカ軍が上陸してきていて、なんでアメリカ軍が来たの？まあ、もちろん戦争やってますから、小笠原諸島でね、父島とか、うんうん、硫黄島の戦いじゃないけど、はいはいはい、それで、まあ、占領し終わって、うん、あ、もう戦争終わった、うんうん、でそこでもうみんなちょっとキャンプしていて、モーガン伍長っていうね、うん、主人公がいまして、はい、まあ、端正な顔立ちの筋骨隆々な感じで、彼がこうカウチに寝そべって、はい、ラジオ聞いてるんですよ。あ、戦争終わったって、うん、日本もついに降伏したか、うん、これで国へ帰れるなって少尉さんがやってきて、うん、残念ながら休暇は終わりだって、うん、って、うん、国へ帰るのは少し、うん、ちょっと延期になった、うん、よく聞く感じの思想ですね。そうそうそう、なんだなんだ、うん、その小笠原諸島の中にね、うん、地図に載っていない島がある。これどうやら日本軍が、うん、日本軍が隠していた、うん、秘密基地なんじゃないかでそこに先遣隊を送ったってただその先遣隊から、うん、連絡が返ってくる。ああ、もうこれ全滅しますね、行方不明になったどういうことだって、うんうん、少人数でね、うん、行ってくれっつって、うん、小さい小型艇で行くんですね、ってで島が見えてきて、こう上陸するんですけど、川をねこう上がっていくんですよ、うん、そうすると川の横からバーッと米兵の遺体がゴロン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 流れてくるんですよおー全滅してる何があったんだっつって、でそこから考えてないんですけどなんでこれを思いついたかっていうですね、はい、そもそも貞子っていうのはどうやって生まれたのっていう、うんうん、貞子のお母さんって知ってますか？なんか超能力者でなんか念頭視ができる、そう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 、念通り。あ、そうか、一作目は見たんですよね。そうそうそう、DX を見終わって次の日ぐらいに見たんですよ、うん、ちゃんとリング、うんうん、あ、すごく面白い作品だなと、はいはいはい、で一応そのどういう流れでな呪いを解くかっていう流れで、うん、やっぱお母さんの話を見たんですね、はい、そう、お母さんは千鶴子さんって言うんですけどね、うん、千鶴子さんは、まあ、年写ができたりとか、うんうん、未来が占えたりとか、そういうことがあって、まあ、マスコミにね
あのちょっと林立てられるというか、うん、マスコミの公開実験の中で、うん、裏切り者とかって、うん、そういうことを言われちゃって、まあ、身投げしちゃうんですよ最後、うん、精神病んじゃってね、うん、その時にはもうサダちゃんには、うん、サダちゃんね、いや能力、お母さんの能力が引き継がれてるんですけど、はい、ちょっと待てと、はい、お母さんはなんでその能力を身につけたんだ、確かにっていうのがあるんですよ、うんうん、生まれつきのナチュラルボーンなのか、まあ、貞子の設定いろいろあるんですけれども、スズボンが着目したところはですね、はい、お母さんがある像を拾っちゃうんですね、はい、炎の渦野というですね、うん、昔いた何だろう、安倍の生命みたいなやつかな、はい、超能力者の像があって、その像を海で拾っちゃうんですわ。炎の渦野ってあの何だっけ、前期後期とか、そう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 、あ、完全にシャーマンキングの歯を、ね、歯をですね、あの前の鬼と後ろの鬼って従えてるね、うん、まあ、やべえ超能力者の、うん、なんだろう、かたどった像かなんかを拾っちゃうんだよ、どっからか流れてきて海にね。でその像を拾っちゃって、うん、千鶴子さんは特殊能力を身につけ、おで彼女が特殊能力を身につけた状態で子供を身ごもったもんだから、あその能力は受け継がれてるっていう、はい、まあ、本来はこう海の魔物とかっていうね設定だったと思うんですけど、はい、まあ、いろんな解釈があるんですが、うん、そこに着目しました。話を元に戻しましょう。拾った場所は伊豆の海岸です、はいはい、で、さっき話していたのは小笠原諸島です、はい、ね、地図にない島がありました。そこに像があったんじゃないか、おきっと日本軍隠してたんですよ、やっべえ、最終兵器っていうことで。最終兵器。そうで、その島で、うん、おそらくその像を守っている連中がいるんでしょう、うん、ただし外国の異国の血がいっぱい入ってきて、わかんない、像が大暴走するのかな。でそれを管理していた島の人たちもみんなやばいことになって、その怨念みたいな力がその像に入っちゃって、はい、でそうそう、最後何らかし爆発したのかな、島が。爆発まではいかないかもしれないけど、まあ大虐殺大会がそこで行われると、はい、で何とかして、まあ、命からがら、はい、モーガン 5長は逃げ出すんですよ、はい、ただし、まあ、象の争奪戦になるかもしれない、うん、もしかしたら、うん、で仲間もみんな死んじゃって、最後その象を持って島から脱出する、ね、でそこに、まあ、向かいの、まあ、漂流していたら、はい、漂流していたら向かいのね、軍がアメリカ軍がやってきて、あの他のメンバーどうしたって、全滅ですって。でもその時にはそのモーガン少尉ちょっと目がいっちゃってるんですけど、もう疲れ果ててね、でこんな像なんかって、こんなものせいでってチャポーンって海に投げるわけですわ、はい、でそうするとその像がプカ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 っていって海を流れていくわけですね、うんうん、であの話は明け方になります、うん、日本のね、女性、着物着た女性が明け方の海岸、あれ薄暗い中でこう海岸に座ってるんですよね、うん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 、で、象がこうずーっと彼女のところに来るんですよ。これなんだろうってね、千鶴子さんがそれを拾った瞬間にいろんな未来が見えたのか見えないのか分かんないけど、なんかファってなるわけですよ。でファッとなったらね、カメラドローンですね、ここから後ろからガーッと上がっていって海の方行くんですよ、はい、明け方ですわ、太陽が水平線からピャーッと上がってきて、でカメラは今度下向く海面の方、そうすると海の水面に太陽がこうふーっと丸いね、太陽の影が落ちるんですよ、はいはいはい、リングになりますね。おリング1最初のタイトルバック、海のカットです、リングライジング。もう一個言っていい、はい、海外版の貞子です、はい、名前をですねサマラ・モーガンというんです。なるほど、わかりましたか。あモーガン少尉ね、意気消沈、もう疲弊したまま国に帰れた、終わってない。詳しくは海外版リング。どっちにも行ける。わあ、もう貞子好き、すごい、ミッシングリンクができた瞬間を見た、はい、映画化決定でございます。これも予算ください。伊豆で撮れます。コア像でできますから、これもね、コア像で、コア像プラスアルファ、いろんな力がないと無理かな。見てみたい。見てみたい、うん。これは見てみたい。見てみたいけど、多分一部の人にしか受けないと思う。シャークネードとか好きな人が多分、ってなると思うけど。ぜひ、あの、角川の皆様、各映画会社の皆様、よろしくお願いいたします。まあ、角川先生はそんなにちょっと、あの、僕らみたいに構ってはらないと思うんですけど。大丈夫だよ。かやこと戦わせるぐらいの気概があるんだから。確かに、確かに。というぐらい話がめちゃくちゃ漏れるぐらいに、はい、こう我々のなんかのクリエイティブ力を刺激しまくってくれた貞子 DX、 本当にありがとうございます。そうですね。
貞子 DX いいですよ、いや待ってましたっていう、ちょっと待ってました感はちょっと少なかったかなまあいろいろツッコミみたいなのがあるかもしれないですけど、まあそれも含めてね、うん、楽しめると思います。なんかおじいちゃんおばあちゃん家族みんなで一緒に見ると会話盛り上がるかもしれないですね。あと一つ言えるのは、多分テレビで見ると、お茶の間で見ると、うん、多分テレビ変えちゃうと思うんだよ、ね、ああ確かにね、あれ結構、うん、没入感で見た方が結構面白いと思 う、 ね、うん、限定された空間の中でね、そう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 、あの短いですよね、何分だ、100分です、100分ですね、100分だからサクッと見れますよね、うんうん、いやこれは新たなホラーの歴史がなると思いますね、うん、いや何度も言いますけど、次の貞子はぜひとか言ってみる、リングライジングリングライジングリングライジングまたね、今回みたいなちょっと特別な試写があったりとかして、別にこれ案件とかじゃないですからね、我々がただ やりたかったからやってるだけなので、はい、愛が強すぎて、そう、いやぜひね、またこういうことをやれたらいいかなと思います。まあとりあえずコアゾーはまあ、ホラードラマアカウントなので、まあ、いろいろ見ていただければと思います。まあ、チャンネル登録といいね、まあ、コメントでなどうだったとか、まあ、見終わった人コメントいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では本日、コアゾーのシンと貞子でしたお送りさせていただきました。それでは皆さん、またね、さよなら、さよなら、さよなら。